私、経営塾と出会ったきっかけっていうのがありまして、父にですね、借金があったんですね。で、その父の借金っていうのは、僕らのその大学の教育費だったりとかしたわけで、30歳の時に借金を引き継ぎました。僕の30代の頃ってどうだったかっていうと、大学に勤務してまして、後輩に金をばらまいてですね、先生ごちそうさまでしたって言われるのがすごく趣味だったんですね。だからそんな僕は何も持ってなかったんですよ。その借金を返す能力だったりとか、なんか親父を助けてあげる自分っていうのはなくって、すごくもがき苦しみました。で、その時に人生変えなきゃなと思って、こうスイッチが入って、何をしたかっていうと、成功している人のそばで成功を体験しようと思ったんですよ。これが一番早いなと思って、青森県八戸市の吉田洋一先生のもとへ飛び込みました。で、そこでまず一番最初に出会ったのがスーパードクター育成塾です。もうここでですね、あ、だから俺うまくいかないんだなってことに気づいたんですよ。もうまさにですね、この勘違いドクターが自分だったんですね。親父の借金あるから人生うまくいかないわと、周りが僕のことを邪魔するかもいかないってずっと思ってたんですけど、あ、そういう道になったのは自分だったって気づいたんですよ。そこでもう本気のスイッチが入ってきて、こっからもうこの学びをどん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 勤務医時代に進めていこうと。で、そこで岩渕さんがよくおっしゃっていたのが、勤務医時代にどれだけ経営者のを持っているかで開業の時の成果が変わるっておっしゃってくれたんですね。だから私はしっかりとベーシックコースを次の年に受けて、院長から金賞絶対取ってこいって言っていただいて金賞を取ることができて、でその次の年にアドバンスコース受けて、でコンサルティングでは萩原さんにいつもですね、相談させていただいて、もうフルコースで勤務医のこと時に学ぶことができたんですね。経営塾受けて、洋一先生ってこういうこと考えていろいろチャレンジしてきたんだな、あ、俺じゃ自分の意義に変えたらこういうことやってみよう、だから今こういう実践をしてみようっていうのをいつもイメージしてやってました。なので、自分の実家がたとえ経営が難しくなっていて、今生きるために必死になっているとしても、自分が変えたら絶対うまくいくっていう自信が持ってたんですね。実際経営塾を受けてみて、まあ確かにその成果のところも変わっていったんですけど、新人スタッフ育成塾も残りのスタッフ全員受けてるんですね、今年で。ベーシックコースには3人受けていて、全員がその実践塾付けの1年間でした。この中で一番良かったなって思ってるのは、ああ、これ実践事例になるよねっていう言葉がやっぱ増えたんですよ。で、実践事例を作りたいって本人たちが思うようになってくれて、主体的に相談してくれるようになったんですね。成果としてはですね、親父の家に継いだ時が年商4000万だったんですけど、継承して 2年で1億達成しまして、で今年だいたい1億1000万ぐらいに今年は着地しそうな感じです。私、なんで勤務員の時からこうやって継続して学んでるかというと、そんな自分が強くないっていうことを理解してるんですよね。こうやって学んでないと、すぐ本当にまた飲みに行っちゃったりとか、友達と遊んじゃったりとか、まあ、そういうことをする自分だってことをすごい理解してるんですよ。でも本当に自分が得たい人生ってそういうとこじゃないじゃないですか。社員がワクワクしていて、成果も上がっていて、家族団らん幸せで、そういう人生を送りたいじゃないですか。ってなった時に、怠惰な自分をコントロールするためには、こうやって出会えた仲間と定期的に会うことによって、あ、自分また頑張ろう、明日が頑張ろうってピットインになるんですよね。学ぶのやめようかなとか、ここに来るのやめようかなとかって思うことって絶対あると思うんですけど、そういう時こそ絶対来た方がいいなと思います。ぜひですね、これからも継続的に学び合って、お互い高めていけたらなと思っております。